こんにちは、ルーチューブのお時間です。まぁ、ちょっと、俺はさ、今日仕事だったんで、パーソナルだったんで、で、6台がね、現地で見て今合流したんで、はい。まぁ、現地と、まぁ、テレビっていうのは、まぁ、どの試合でもさ、多少、まぁ、パンチの威力とかさ、音とかさ、まぁ、採点とかにも、まぁ、響くとは思うんだけど、まぁ、今日2本ね、速報で。まずはじゃあメインからいきますか。はい。前からね、6列目ぐらいだったんですよ。おめちゃくちゃいいね。だから結構表情とか見えるぐらいの。ああ。ボブ・アラームとかもそこそこ近くいました。あ、ほんと？はい。どうだった現地、試合の感じは。まあ、会場的に？うん。まあ、6台とはさ、まあ俺も結構、井上選手の試合はさ、石井会長から、あ、行こうよって言われてさ、結構名前言ってるじゃん。今回は行かなかったけどさ。まあ、フルトン戦もそうだし、ドネアとかもそうだけど。どうだった？いや、全然なんか、普通に埋まってましたね。で、特に今回演出、まあなんか井上選手もなんかちょっとこだわってたみたいなニュース出てたんですけど、筒状のものがバンって降りてきて、うん、雪なし、うん。で、それがモニターになってなんかこう、今までの井上選手の過去のあれが映像がバーって流れてみたいな。かっこいいよね。すごかった。やっぱね、会場の盛り上がり方が、まあ、武井東もすごかったんですよ。やっぱ。うん、まあこの後撮るけど。うん、でも、もうやっぱ、違う。全然違う。もう入ってきた時のあの、うん、熱狂の仕方がもう全然違う。俺、井上選手ってさ、もう入場めちゃくちゃかっこいいじゃん。うん、でも俺の中でのナンバーワンの入場はフルトン戦なんだよ。いや、フルトン戦はすごかった。すごかったじゃん。うん、まあでも今回もいろいろ映像流れてからバッて出てきたからさ。で、なんか映像流れてさ、こうスポットライトがパッてなって、その井上選手がシャドウしてるこう影がさ、うん、こうやって見えてみたいな。まああとは、まあみんなこう、なんていうのかな俺は軽量の時もそうだけど、まあ、軽量、井上選手が 55.3 ぴったり。うん、で、ドヒニング 55.1、うん、200アンダー。でもね、縦にも横にもね、やっぱドヒニングでかいなと思った。でも、井上選手、一戦一戦体すごいね。もう、アジャストしてきてるよね。で、今回その、ドヒニングがさ、すげえ戻すっていうのがもう話題だったじゃん。うん、何キロだったんだって。で、今日、数値が出てさ、はい、ドヒニーは11キロ戻し、うん。で、まあ、ドヒニーで10キロ以上戻すって言ってるからさ。うん、まあまあまあ、まあ、やっぱ、井上選手相手でも戻してくんだと思ったんだけど、俺びっくりしたのが、井上選手、7.4キロ戻してる。7.4 って結構戻してる方っすからね。7.4 って結構戻してるどこの騒ぎじゃなくない？軽量級で。俺がさ、覚えてんだけどさ、ボクシング、乱した頃、うん、まあ、高校生の頃で、畠山さんが全盛期でさ、やっててさ、リカバリーの話をしてて、試合の前の日ね、まあ、3キロ戻したら、戻しすぎなんで、っていう話をしてたんだよ。だから、ま、時代なんだよ。うん、まあ、水抜きもないじゃん。こう、グラム減量してきてるから。3キロだよ。水抜きしてないって言ったら、もう、実質してるでしょ？してるしてる。長期間で落としてるだけだから、水をずっと抜いてるわけだから。で、エビスいるじゃん。うん、エビスだって結構、8キロとか9キロ戻して怒られてたよね。戻しすぎだって。で、その試合あんま良くなかった。ただミドル級。井上尚弥選手、スーパーバンタム級で7キロって結構戻してる方だよね。うん、俺、ないもん。5キロぐらいだもん。戻しても。はいはいはい。やっぱ5キロ以上戻したら重いなって思うから。水相当抜いてんすね。だから。うん、だから、その軽量の時さ、ドヘニーの体を見て結構水抜いてるんですねって井上選手言ってたんだけど。俺は、軽量の姿を見て、あと顔結構こけてたから、いや井上選手も結構水抜いてんじゃないのかなと思ったけど、水抜いてるからその分ね戻るからね。だからもうスーパーバンタム級でも結構目いっぱいっていうか、まあベストなんじゃ、余裕があるスーパーバンタムじゃなくてもう目いっぱいのスーパーバンタム級になってきてるんだろうね。まあただリングでこう一段のカーンと始まって、やっぱド変に熱いし、でかく見えたけどね。同じ階級なのって思うぐらいだった。うん。なんか背中でかいっすよ。でかいし、パッて並んだ時、やっぱドヘニーでかいもん。どうだった生で見てて。うん、なんか背中の厚みみたいなのすごいなと思いましたけど。うん、まあ別にタッパとか、まあ別にそんな気になるのかな。うん。まあ、試合はさ、唐突にドヘニー選手が腰を痛めてたっていうので、まあ TKO になったんだけど。まあ俺は今回の試合は、さっきヒロトとも電話したのよ、京口ね、うん。電話したんだけど。まあ今回、ちょっと、まあ練り戦が終わって、東京ドームが終わって、今日いろいろ試しながらやってるような
試合じゃなかった。無理に1ラウンド目からいかないっていうのは感じましたよね。いろいろ試してんなと思って、なんか本当もうスパーリングっていうかさ、練習してるみたいな感覚、自分でもこの決めに行くって言って、ガッて言ったらさ、うん、なんかすぐ終わらせられるような雰囲気はあるじゃん。でもなんかあえて行かないで。で、腰痛めて辞める前のラウンドの終盤にね、ちょっとラッシュして、ボディ効かして、次のラウンド、まあ、井上選手のことだから、勝負決めに行くのかなと思ったら、まあ、ああいう終わり方だったけど。でもさ、近くないですか？ずっと。近かった。でも、一発か二発、うわっっていうタイミングがあったけど、うん、その後スローで見たらもらってないんだよね。すごいわ。見切ってんだろうね。まあでも、同辺にもいろいろフェイントかけてたよ。左打って、こっち行くとこうやってやってたけどさ、こっち今度打たないでこっち行ってみたりさ。あと、いつも以上に、まあタパレス、ネリ、で、ドヘニーってさ、ちょっとサウスポーが最近多いけどさ、こう今までのサウスポーの選手よりも、こう、前足がこう、踏み合ってるなと思ったんだけど。なんか俺がスローで、何ラウンドか忘れたけど、ドヘニーの前足がこうやってさ、井上選手はフェイントでさ、こっちついてこっちパン、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 こっちつくリズムがね、パン、パン、パン、こっちついてボディ打ち行ったりさ、こう遊び心ある、こう足の動きとかもしててさ、やっぱすごいなと思うよ。あんな世界戦の大舞台でやるんだからさ、やっぱ試合も強くなる一つの手段みたいな感覚なんかね。ほんと孫悟空みたいだけど。パフォーマンス的には、まあいつも通りだけどね。うん、早かったし、うん、今回年内もう一試合やるのかね。なんかぽいことは言ってましたね。まあ、年末近くになんかグッドマン説がありますね、とりあえず。まあもう相手うんぬんじゃなくなってきてるよね。しかも若干フェザーでもフルトン最強なんじゃない説もあるしね。まあね。まあちょっと強すぎるがゆえにライバルがいないっていう悩みもねあるけど、もちろんダイゴとさ武井選手の試合もすごかったけど、やっぱちょっと違うよね。うん、あ、なんつう、別次元にいるよね。まだこの、ちょっとサバイブしてたじゃないですか。タパレスみたいな感じで、ちょっと、ちょっと後継呼びで、うまいことやってる感はあったけど、まだでも、仕留めるよってなったら、もう仕留められるっていうのが、そうだね。そうだね。行くよって言ったら、で自分で作れるもんね、流れを。うん、やっぱ強い選手、まあ、井上尚弥選手ぐらいになるとさ、まあ、もちろんボクシングとかさ、こう、格闘技って対人だからさ、相手あっての流れっていうのもあるけどさ、本当に一流になると自分で全部作れるよ、流れが、うん、でも珍しくポイント取られてたね。俺ジャッジペーパー見たけど、あ、1ポイント2ポイントぐらいつけてる、あのドヘニーにつけてるジャッジもいた。まあフルマークじゃなさそうだなっていう感じがしましたよ。うん、あの会場で見ててさ、パンチの威力ってどう、うん、結構テレビで見てるとさ、あの内側の試合もそうだけどさ、軽く打ってるパンチもさ、テレビで見ると音拾うからさ、はいはいはい、なんか強く見えたりするんだけど、うん、やっぱドヒニのパンチと井上選手のパンチは質は違うぜね。パンチの質っていうより、まあ、スピードやっぱ違いを明確に感じるのは、でもこのドヒニの、まあ、ヒヤッとするような感じ、空気感はありましたよ、会場にも。ちょっとで、でそのラウンドだから取られてるんじゃないですか。ドヘニーの左ストレートに左フック合わせようとして若干タイミングずらしたり、ああいう時はみんなヒヤッとしてる感じはありました。でも多分寸前でこうやって逃がしてるよね。まあまあそれはそうだと思うんですけど、いや別に引いてる要素が一切なかったから、うんうん、でもまあ見栄えとしては そこで流れたのかなぐらい、うん、やっぱ前足の取り方だったりリズムの取り方だったりいろいろ試してんなと思ったけど、なんかボクシングの教科書ではあるけど、なんかあれ真似しろっていうのもね、例えば教え子とかにさ、もちろん真似できるとこいっぱいあるけどさ、まぁ、あ、ちょっとスペシャルすぎるなと思う。まぁ、あ、ちょっとだから最後ね、まああの終わり方だったんで、あのドネアの時もあったじゃないですか、相手が腰痛めて、ああ WBSS ね、そう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 。まぁ、あ、でもあのラウンド、あれ腰痛めてなくてもあのラウンド行ったでしょ。いや、うん、ねえ決めに行ってた、はい、うん、ちょっと毎回こう違ったモンスターを見せてくれるよね。うん、うん、今日も勉強になりました。はい、はい、ありがとうございました。